こんにちは、本日はつま先下がりの傾斜についてレッスンをしていきます。このつま先下がりの傾斜では、立っている位置よりも通常のボールのポジションよりも下に来ています。下に来るということは、フェースが少し開きやすく入る傾斜になってきます。なのでボールは右に曲がりやすくなります。だからピンの左を狙ってあらかじめ構える必要があります。このつま先下がりのところでフックを打とうと思わなくても、ピンの左側を狙ってこの傾斜なりの球筋で打っていく、これがミスショットを減らすポイントになってきます。アドレスを取っていきます。このアドレスで気をつけていただきたいのは、ボールが下にあるので膝の角度で、ボールのポジションまで調整する必要があります。膝のポジション、膝の曲げ具合で調整する必要があるんですけども、膝の曲げ方をこのようにお尻を前に出して曲げてしまうと、クラブが通るスペースがなくなってしまいます。膝に邪魔されてしまい、通るスペースがなくなってくるのでスイングができなくなってきます。ここで気をつけていただきたいのは、通常の膝のポジションから、このポジションから前に出さないようにお尻を真下に下げていきます。この曲げ具合で、ボールの高さまで調整してアドレスを作ります。このアドレスができたら、あとは簡単です。この角度を、膝の角度を変えないように、また前傾角、ボールに構えている前傾角を変えないように、変わらないきついところまでの振り幅でスイングを作っていきます。このような形です。なので番手を一つ大きく持って、振るようにしてください。右に飛びやすいので、左にピンの左を向いて構えていきます。膝の角度を調整して構えます。少し通常のバックスイングよりもアップライト気味にバックスイングを上げていきます。アップライト、高い前の方に上げていくというイメージです。膝の角度をキープしたままアップライトに上げて打っていく。このように膝の角度をキープしておくと、難しい傾斜ではありません。しっかりと膝の角度をキープして、前傾角をキープして、大きく振りすぎないということを気をつけてスイングをするようにしてください。以上でつま先下がりの傾斜のレッスンを終わります。